なんでシワもあるしコントラストあって黒いのに美しいのか、これは解剖学的にパーフェクトなんですよ。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア院長又吉秀樹です。今回の動画では前回までに解説したクマの5つの原因のうち最も重要な涙袋の下のこの膨らみと皮下脂肪の痩せ、眼下脂肪が出て皮下脂肪が痩せる、これを改善して綺麗な顔にするための治療についてお話ししていきます。ぜひ最後までご視聴ください。目の下の弱点、この膨らみっていうのは眼下脂肪がはみ出しちゃうっていう話を前回しました。指を突っ込むとですね、涙袋の真裏にある骨の縁の裏にしまわれてるものが出てきちゃう。骨の前に出て下がってるのがこのブヨブヨです。僕もあります。この皮下脂肪が痩せてきちゃうっていう、この辺が痩せてきちゃうと顔が平坦な感じになる、目の下の表情が失われる、このブヨブヨが大きければ涙袋も完全に失ってしまうとかいうこともあり得ると。すごく悪い状態といい状態っていうのはどういうことなのか、これをまあ有名人のね目の下の状態で把握していただきます。悪い状態の代表ですけれども、この人なんかは代表選手です。若い頃はちょっと出ています。ほっぺたも結構丸い状態です。今どうなったか、このブヨブヨはどんどんでかくなっています。年齢とともにも大きくなるから、まあ老け感っていうのにもつながるんですね。この方の骨の縁、ここじゃありません。もしここが骨の縁だったらパンって叩いたら眼球落ちます。骨の縁ここですよ。この縁からこの時はちょっと出てる、年取るとめちゃくちゃ出てる。皮下脂肪はちょっと痩せてる、すごく痩せてる、すごくがつくんですよ。骨の前にすごく出てすごくへこんでる。これは人によって程度がありますよ。でも本質は一緒なんです。出てへこんだらダメ。余談ですけれども、一つ面白いの覚えておいてください。若い頃こっち大きいです。年取るとなんとこっちの方が大きいです。よく膨らみの大きさに合わせて取る量を決めてますとかいうドクターいますけど、そういうことをしちゃうドクターってここだけいっぱい取っちゃいます。そうすると年取るとここだけへこんでる人になっちゃいます。そういうこと言うドクター偽物です。見た目の膨らみに合わせて取るんじゃなくて、取るべきものを取るっていうドクターが正解ですんで、一応覚えておいてください。目の下こうじゃなくて、甲が美しい、骨の中に完璧にしまわれている、そして皮下脂肪がパンと張ってる顔っていうのはどんなか、例えば美しい17歳の時の大女優さんです。美しいし完璧に見えますけれども、よく見るとちょっとシワ入ってます。言われるまで気がつかないです。色白い黒いのコントラストあります。前回までに黒いことなんて気にしないでいいんだよって話しましたけれども、これクマって言いますか？言いません。なんでシワもあるしコントラストあって黒いのに美しいのか、これは解剖学的にパーフェクトなんですよ。この方の骨の縁は涙袋の裏ですから、この辺です。全く出てない。皮下脂肪に痩せがあるか、痩せ全くありません。涙袋つるんとして見えちゃうことがクマがない、そういう状態に見えてしまう。これが重要なんですね。目の下の美しさっていうのは解剖学的な正しさが最も重要なので、出てる出てない、出てる出てない、こういうことなんですよ。じゃあ出てない状態にするためにはどうしたらいいのかっていう話になっていきます。それはこの人がまさにやったことなんですが、まずこのブヨブヨ一番悪さしている、これを治療する手段が経結膜脱脂術っていう名前がついています。どういう治療かというと、結膜っていうのは、まあ、眼瞼結膜ですけど、このベローンとした裏のこと、この粘膜のこと結膜って言います。この図で言うとここです。
ここからアプローチすることを経結膜って言います。そして僕の場合はですけれども、この筋肉の裏まで見てる、これ下斜筋って言うんですけどね、出そうなやつを取る、取るべきものを取る、ブランブランしてるやつです。もういかにも骨乗り越えそうな見た目してます。いつか手術の動画でお見せすることも可能です。そういうものは取っちゃう。そして壁に固着している、引っ張っても取れないやつは大切だから残す、こういうシンプルな手術です。だから年取って時間経っても再発しにくいのがうちの手術。この辺ペショーンとしてる皮下脂肪が痩せちゃう、それを回復して若き女優さんの形に近づけていく、これは脂肪注入を行うんですけれども、脂肪注入にするにあたってで量が多い時には質が良くなくちゃいけないっていうのを考えた時に、シンシアではマイクロコンデンスリッチファットっていうのを使っています。例えば太ももないしはお腹から脂肪をいただいてきて、質を上げてから入れるんだよっていう話になります。他のクリニックで採用しているのがナノリッチファットとかピュアグラフトとかその他もろもろ脂肪ありますけれども、大して変わりありません。元来顔って血流がいいんで、細かくなっていさえすれば結構生着率いい場所なんで、何が特別いい脂肪だなんてないんですよ。これも割と覚えておいてください。特別な脂肪だから何かができるとかほとんどありませんので、ね、この膨らみを減らしてこのへこみを良くする、膨らみを減らしてへこみを良くした、でこれが術前1年後4年後、まあ4年後は美容皮膚科的な皮膚の質も上げてるんですけど、再発もしてない、ブヨブヨ出てない、かつ皮下脂肪もいたところで頑張ってくれてる、これが最も大切な治療になります。この方は48歳で膨らんでへこんでへこんでます。皮下脂肪の痩せてる範囲がすごく多いんですよ。だから量が必要でした。ですが量が少なくても大丈夫な人っていうのはたくさんいらっしゃいます。若い人、中顔面痩せてなくてほっぺた丸い方たくさんいますからね。ここまでマスクで隠れる部分の治療なんていらないよっていう人がたくさんいるんですよ。これがこうなったらもうそれだけでもう綺麗なんですね。ここからここになるために何をしたらいいかっていうと、ブヨブヨを減らす、眼下脂肪のヘルニア状態を良くするっていう治療は共通です。経結膜脱脂術だけど、へこみに関しては目袋の真下ぐらいしかへこんでるところがないっていう状態の場合は、取った脂肪がありますよ。眼下脂肪手元にあります。その眼下脂肪っていうのは別に質悪くありません。自分の脂肪細胞ですよ。ただし膜成分がすごく多い、そして1回です。だからこれを細かくバラす、そして膜を外すっていう非常に難しい技術があるんですけれども、マイクロコンデンスリッチファットとかナノリッチファットとか特別な脂肪ですとか言えちゃうものが出現した時にやめたドクターが多いです。でもここに入れる分には十分いい脂肪なんですよ。これできるドクターが限られてるだけです。シンシアのドクターは全員できるように僕が指導しています。シンシアでは眼下脂肪注入って呼んでいます。術野が一つで済みますし、特別な機械を通さずにできることなので、コストをぐっと抑えてやることが可能なんです。手術にグレードがあるわけじゃないんですよ。どこまで治療するからマイクロコンデンスリッチファットにするんだよ、あるいはここだけで良ければちょっとの脂肪でいいから、こっから取った脂肪で垂らすこともできるんですよっていう風に考えてください。ここもへこんでなければ経結膜脱脂術だけでいい人もいるし、ちょっとでもへこんでたら取った脂肪がせっかくあるから使いましょうが、経結膜脱脂術プラス眼下脂肪注入っていう治療になるし、目の下ここまでとして捉えた時に量が多いからどっかから取ってきて質を上げてから入れましょうが、シンシアではマイクロコンデンスリッチファットっていう治療になるわけなんです。
マイクロコンデンスリッチファットとかナノリッチファットとか、ここに入れてシワ伸ばすとか言ってるクリニックありますけれども、皮膚ペラペラなんですごく危険な治療です。せっかく膨らみ取ったところまた膨らましてどうすんだみたいな元も子もない話なんですけれども、儲かるからやってるんですよ大体のクリニックが。やっちゃダメなんです。白さを求めちゃダメなんですよ。だって綺麗な人たち黒いんですから。ちょっとこれはまた回を改めて説明しますけれども、重要なことは解剖学的な正しさを目指す、経血膜脱臭術で膨らみをなくすこと、そして皮下脂肪が痩せちゃってる部分を回復するために脂肪注入してるんだ。必要なければ皮下脂肪を作るための脂肪注入はやんないことすらあり得るんだよっていうふうに思っていただくことが治療につながりますので、ご理解いただければと思います。ということで今回はクマの原因で最も大切な2つ、眼窩脂肪がはみ出してヘルニアして膨らみになっていることの治療、そして皮下脂肪が痩せちゃってるものの治療についてお話ししました。この動画の内容が役に立ったな、これからも見ていきたいなと思っていただいた方はぜひ高評価いただければ、そしてチャンネル登録していただければと思います。よろしくお願いします。これからの動画もお楽しみに。